なむしろ丼とアンテナ大将な長沢麺、果たして星いくつ？さあ、それではこちら大連さんのむしろ丼と長沢麺、こちらの星の数はいくつでしょうか？さすが創業50年大連さん、参りました。星一つ半です。メニューの名前が変わってしまった店舗には50年間変わらぬ味がありました。五反田大連、星一つ半。ご飯でもコツコツあれですね、石橋を渡って奥さんがやりますね。なんだか大将、大将。